ということで本日は東京新聞特別企画春私と共に未来へと題しまして、今日はスペシャルゲストを呼んでます。今をときめくあの将棋界の若きスーパースター藤井聡太さんをお招きしてます。藤井さんといえばもう将棋界のトップです。本来ならば私もね、今頃政界のトップになっててもおかしくない。でも多分どっかで歯車がおかしくなっちゃった。今絶賛冷や飯を食っております。というわけで今日はいろいろと藤井さんからお話を聞きたいなと思ってます。大きな拍手でお迎えください。藤井聡太さんです。よろしくお願いします。マイクいいぞ。すいませんね。改めまして、初めまして、藤井聡太です。よろしくお願いいたします。改めまして、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、いやこうして将棋界のスーパースターに会えて嬉しいね。感動した。おめでとう。ありがとうございます。私の方こそですね、元総理大臣候補の方とお会いできて光栄です。元そうですね、そういう認識だったんですね。そうですね、はい、私もまだまだ頑張らなきゃいけないなと思いました。そういった意味で私もね、今年2023年、はい、頑張らなきゃいけないなと思いました。だからこそ頑張らなきゃいけないなと思いました。さあ藤井さん、はい、ところで私とね藤井さん、はい、何かこう共通点があるなと、似てるなと金がね思ってました。あ、はい、特に若い時からね、こう脚光を浴びて、どうしても我々ってなんかこう一人で戦ってる、そういったイメージがありますよね。なんか運命感じちゃうな。そうですか。本当に小泉さんにそういうふうに言っていただいて光栄です。まあ本当にそうですね。まあ本当に非常によく似ていて、まあそうですね、本当にもし違いがあるとするんであれば、そうですね、仲間がいないとトップになれないか、まあ仲間がいなくてもトップになれるか、まあそれぐらいわずかな違いではないでしょうか。それはわずかじゃないですね。あ、私は一人ぼっちの孤独、藤井さんは孤高の天才。全然違うじゃないですか。いや本当にごめんなさい、そういうふうな意味ではなくて、本当に一般論として言っただけで、すみません本当に、はい、がっかりした。すみません本当に、はい、ところで、はい、そうですね、この間の藤井さんのね、はい、もう連日藤井さんの活躍、はい、テレビで見ない日はない、それぐらいすごいんですけど、はい、なんとまずは王将戦のこの防衛、はい、素晴らしかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえず素直に、はい、今の感想いかがですか。そうですね、正直そうですね、私の力というよりかは駒たちが躍動してくれたおかげかなというふうに感じております。駒たちが躍動、はい、ということはそれは藤井さんご自身の力で勝ったということですか。そうですね、はい、今回はまさにね、はい、羽生善治さんとの戦いということで、はい、さらに注目を浴びたんですが、はい、皆さんこれ平成の天才と、はい、令和の天才、実に年の差が32歳、はい、どうですか藤井さん、楽勝だったんですか。いや本当に小泉さん、将棋において楽に勝てる将棋は一つもありません。ということは楽ではないけど最初から勝てると思ってたってことですか。小泉さん、そういうことではなくて、本当に、そうですね、本当に羽生さんにすごく勉強させていただきました。素晴らしいですね、はい、この謙虚さ、我々自民党も見習わなきゃいけないなと思いました。そうですね、はい、ところでね、藤井さん、今回そのどこら辺で勝ちを意識したんですか。そうですね、本当そうです。最後の最後までは本当に難しい局面が続きましての分からないことばかりだったんですけども、そうですね、具体的な棋譜としましてはですね、毎日新聞さん のホームページから棋譜速報というのが出ているので、そちらを今一緒にご覧になって、毎日新聞はちょっとね、ここ東京新聞なんですよ。それは今度のね、王位戦でね、はい、ぜひその話はね、あれは三者連合ですからね、そうですね、そちらでぜひお話ししてください。いや続けてさらになんですよね、はい、藤井さんね、今度名人戦の挑戦まで決定したんですよ。これもすごいですね。おめでとうございます。本当にありがとうございます。これでもし、はい、渡辺名人に勝つと、
谷川浩司さんを抜いて、なんとまた史上最年少名人とまた記録を塗り替えると、すごいですね。いや、そうですね。本当にそのような舞台に、ね、立つことができるだけで本当に光栄だと感じております。そしてね、皆さん、さらにさらにですよ、はい、今度ね、棋王ダッシュでなんと六冠ですよ、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。藤井さんといえばね、はい、皆さん、人工知能 AI をさらに凌駕して、AI のさらに一歩行く、その一手でこれまで数々の勝ちを重ねてきました。でもね、藤井さん、はい、私ね、藤井さんの六冠、実はね、予言してたんです。そうなんですか。それは ありがとうございます。なんで予想できたか分かりますか。すみません、ちょっと分からないんで、兆候が必要な局面になってしまいましたけれども、はい、私はね、おぼろげに勝つだろうなと思ってました。実はね、これね、私の第6巻がビビビってきたんですね。シックスセンス。つまりね、6つの冠の6巻と、はい、虫の知らせを聞くという意味の6巻、かけちゃった。なるほど。そうです。本当に、本当に、小泉さん、ありがとうございます。いや、そうですね、本当に、誰の読みにもない、まさに、AI 超え、神の一手だと思います。そうです、そうですね、表現するんであれば、まさに、ポエムではないでしょうか。本当に、負けました。ありがとうございます。感動した。はい、実はですね、皆さん、今将棋界すごいことが起きてまして、なんとアマチュア棋士の小山レオさんが、なんとプロ試験に合格したと。これって藤井さん、どれぐらいすごいことなんですか。そうですね、これ本当にすごいことで、そうですね、分かりやすく、例えるんであれば、そうですね、政治家でなかった方がですね、政党に属さず、国政選挙で当選して、そのまま総理大臣になってしまうぐらい、すごいことではないかなというふうに感じております。いや、これってもうまずという、もうほぼほぼまずありえないという、それぐらいすごいことなんですね。そうですね、本当に、そういう人が出てくる言葉は本当に非常に面白いかなというふうに感じております。確かに、はい、でもね、私に言わせるとね、そんな政治家がもし現れたらね、私ね、自分の存在意義考えちゃう。だって私なんてね、世襲も世襲、四世議員だから。なるほど、そうですね。そうですね。そこはフォローしてくださいよ。そうですね。そうですね。本当に口癖で。口癖なんですね。そうですね。本当に私も小泉さんのようにですね、人の心をぐっとつかめるような、話し方ができるようになりたいなというふうに感じております。いや、こうやってスーパースターに言われると、なんか嬉しいね。感動した。おめでとう。ありがとうございます。本当にいつの日か総理大臣になる日を心待ちにしております。いや、こうなんかね、いや、物腰柔らかい藤井さんに、そんなこと言われちゃうと、こうね、お世辞なのかお世辞じゃないのか、いや、なんか今非常にね、私、自分の心えぐられてます。本心です、はい。藤井さん、ちょうど政治の話になったところなんですけど、ついでにお聞きしたいんですけどね、政治について。そうですね、本当に小泉さん、本当に申し訳ないんですけども、本当に私、そうですね、政治については本当不勉強で、本当によくわからないんですけども、そうですね、将棋と政治っていうのは、少し似てるところがあるかなというふうには感じがしております。そうですね、具体的に言えば、局面を見る重要性ではないでしょうか。そうですね、ここぞという時に、踏み込むか踏みとどまるか、決断を要するのが大切なわけで、そうですね、決断する人が、変われば、結果が異なるわけで、そうですね、決断、そうですね、検討ばかり、そうですね、検討ばかりしていると、そうですね、いたずらに時間を、使い果たしてしまって、追い込まれて、最終的に悪手を指してしまうということが、よく似ているかなというふうに感じております。藤井さん、はい、私まだ今質問してなかったんだけど。すいません。しかもね、藤井さん、今なんか深い意図を感じました。いや、本当に全然そういうのはなくて、本当に、そうです、すいません、ここの部分はすいません、オフレコということでお願いいたします。わかりました、そこら辺はぜひ検討します。なるほど。いや、さあ、藤井さん、最後にね、はい、今いよいよこの季節も春になりました。はい、新生活のスタートの時期です。なんかこう、藤井さんとしてこれから新しくチャレンジすることや、チャレンジするもの、何かあったら教えてください。そうですね、やっぱり春ということで、そうですね、私は今で一度もですね、タイトルの王座戦というところに、タイトル戦登場したことがないので、ぜひ今年それにチャレンジしてみたいなというふうに感じております。
いやできたら将棋以外のことをね、引き出したかったんですけど。そうですよね。そうですね、将棋以外、やはり最後の最後まで将棋一筋の藤井聡太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。